します。結婚。あれプロポーズだったんだ。大丈夫かしらこの子たち、全体的にポヤポヤしてる。正直蓮から聞く話は半信半疑だったんだけど。え、嘘ひどい。本当だったのね。あ、でももちろん蓮さんが在学中はそういう関係は一切なく、交際を始めたのはつい最近で、立場的にも年齢的にもご不安なんじゃないかと思うのですが。もうやめてやめて、そういう真面目なの。この子が先生に好意を持っていたのはその頃からずっとなんとなく気づいてたの。だって帰ってくるなり、穂村くんが穂村くんがって先生の話ばっかりだし。今日ね、穂村くんがね。もうまた穂村くん。うちは母子家庭だし兄弟もいなくて、家では私と二人きりで、正直寂しい思いさせてるんじゃないかって時々不安に思ってたんです。現に中学生の頃まではすごくおとなしくて物静かな子だったし。でもそれが高校に入って先生に出会ってからの蓮は毎日楽しそうで、先生の話題を通してよく私とも話してくれるようになって、初めて私が穂村先生と会ったのは2年生の三者面談の時でしたけど、優しそうで少し不器用そう。でも生徒としての蓮を一生懸命に先生として気にかけてくれている。初めて会ったのになんだかずっと前から知っていたような、蓮から聞いていた通りの人で、だから卒業が近くなってだんだんと蓮の元気がなくなって、卒業式から泣いて帰ってきた時は親としてどうにかしてあげたい気持ちと、本当にあなたがちゃんとした先生でよかったって思いました。先生がどれだけ誠実に生徒だったこの子に向き合ってくれたのかはもう呆れるほど蓮から聞いてますから、不安なんてないですよ。蓮ももう大人ですから、今の二人に口出しする理由は何もないです。蓮をよろしくお願いします。で、私がなんか堅苦しくなっちゃったわね。もう邪魔できなかったから黙ってたけど、いろいろバラしすぎだよ。あの、ちゃんと責任を持ってお預かりしますので。こっちはこっちでまだ子供扱いだよ。あと、もう別に蓮さんの先生ではないので呼び方も普通でいいですよ。え？あ、そうね、じゃあ小太郎くん。ほらくん、まだ私も下の名前で呼んでないのに、なんでお母さんが先に呼ぶの？あら、蓮も呼んだらいいじゃない。先生。お前もまだ先生扱いじゃねえか。先生もうちにいるときは蓮見じゃ紛らわしいから、遠慮なく下の名前でどうぞ。考えときます。蓮見母、やっぱ怖い。先生日誌コミックス第1巻好評発売中。穂村先生は多分モテないも読んでくださいね。え、穂村先生モテないんですか？うるせえよ。